まあ、津波行った後、次のその原発事故でやっぱりなりわいの土地なくしてしまったんですよね。でみんな人がいなくなってしまって、であとはこう酒造りをどのようにこう再開するっていうような根拠さえなかったんですよ。味わいがですね、成り立ってきたっていうのはやっぱり地元のものがあってこそなんですよね。なので本当になんかもうずっと恋人みたいな感じのものであってほしいと思っているので、そういった魚に合った日本酒造りとか言って、やっぱり漁師さんもじゃあ俺もその魚取って頑張ろうと思うだろうしね。でまた町の人たちもじゃあ飲んでみようかって応援したくなるしね。やっぱ酒蔵がもう再開するっていうのは町の誇りですよね。やっぱね、第一にやってくれるっていう、うん、昔からある、酒蔵伝統的なもんですからね。そういうのを絶やさないで、すぐ再開してくれたからね、頑張って、大輔さんは。